聞こえる？ちゃんとね、全部に身が詰まってます。素晴らしい。あ、待って、ちょっと待って、あ、辛っ、うう、辛い、うう、待って、辛い、ピリッソディカハルピカバニラカマティアハンタイナハ。今日はソイスクミット39沿いにあるクルーサイアムタイレストランにやってきました。このタイ料理さんは一回来たことあるんですけど、すごい美味しかったので今日はみんなに紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。早速注文しちゃったんですけど、メニューはこんな感じになってます。メニューはなんと日本人向けっていう感じで、ちゃんと日本語がねしっかりと書かれてるからめちゃめちゃ分かりやすいかも。こんな感じで本当にザ・タイ料理って感じになってます。じゃん。結構いろんな種類あってね、魚料理、肉料理って感じで、こういう感じで本当にね、こう日本語が書いてあるからちょっと安心感もあるかなっていう感じです。ということで巻きたいと思います。ということで料理が届きました。マレオハ、これがクルンサイアムセットっていうおつまみセットになるんですけど、すっごいボリューム感よ。すごくない？私これのもう3分の1ぐらいの大きさを想像してたんだけど、めちゃめちゃボリューミーです。セットの中身はこれがサムタムでしょ、でこれがエビ春巻き、これがソーセージ、あとはソースとカッパエビセン、揚げセンと、これがカオニャオが入ってるんだって。おお、なんかソムタムとカオニャオ一緒に食べようみたいな感じかな。じゃあ早速いただきます。え、何から食べようかな。いや、一番食べたかったエビから食べたいと思います。いや、なんかね結構揚げたて感あるんだよね。うん、あ、サクサク、もう見た目からサクサク。こんな感じ、このチリソースかな、このソースをつけて食べたいと思います。よし、 OK、 ほい、いただきます。うん、うん、聞こえる？うん、外がカリカリで中が身がしっかり詰まってる。ちゃんとね、全部に身が詰まってます。素晴らしい。うん、おいしい。ちょっとタイの人ってさ、ここ食べるの？私は結構ここまで食べちゃう派なんですけど、みんなは食べますか？うん、じゃあ次にこのソーセージ食べてみたいと思います。なんかこういうソーセージあんまり食べたことないんだよね。こんな感じ、え、すごい、なんか見た目がもう美味しそうなんだけど。うなぎマルコルイナハ、このままハルピア食べようと思います。なんか結構この玉ねぎとかなんか生姜とかいろいろピーナッツとかあるけど、一回このままで食べてみたいと思います。うん、あく、うん、もう最高、やばい、めっちゃ美味しい。でもね、でも日本にはないから日本の味でこう例えることはできないんだけど、本当にねこの独特の味マジで美味しい。最高。そしてこれも食べてみたいと思います。なんだっけ、エビセンかな。日本にもよくあるよね、エビセン。うん、まあこれは普通に美味しいって感じ。あとはソムタムだよね。私思ったんだけど、注文するときになんかマイサイプリとか何にも辛さのことをお願いしなかったから、もしかしたらめちゃめちゃ辛いんじゃないかなってちょっと怖いんだけど、
どうなんだろう。なんかちっちゃいエビが小エビがいっぱい入ってて、すごい美味しそう。こんな感じ。なんかソムタムってあんまり私自分から食べたいってあんまり言わないから、少し久しぶりに食べる。食べたくなる。あ、待って。ちょっと待って。あ、辛。う、辛い。うん、待って。辛い。あ、これ結構辛かったかも今。でも味、あ、辛い。やっぱ味は美味しいって思ったけど。その美味しさよりも超えて辛さ来ちゃってるからもう味が分かんない。辛っ、はあ、これめっちゃ辛いよ。これやっちゃった。これめっちゃ辛い。皆さんはぜひともね、辛さを注文ちゃんとするの忘れないようにしてください。これめちゃめちゃ辛いマジで。続いてはじゃん、こちらです。プーパッポンカレーのシーフードバージョンになります。これは前回来た時に食べたんですけど、めちゃめちゃ美味しかったので今回も注文しました。これね、本当に美味しいの。で、なんかこの甘いカレーって基本的にあのカニが入ってることが、まあ定番って感じなんですけど、ここシーフードバージョンになってて、これエビとかイカとかが入ってるんです。めっちゃうまい。ご飯と一緒にね。最高です。これ本当に美味しい。なんか私普通のタイのカレーはあのグリーンカレーとか辛くてあんまりこう食べれないんですけど、もう唯一この大好きなのがプーパッポンカレー。このカレーは甘いからさ、もう大人から子供まで老若男女誰でも食べれる。でここはね、海鮮だからこうイカとかも楽しめるっていう感じなのがいいよね。イカめっちゃうま。イカうま。あのイカがね、本当にね、なんていうの、タイ料理のイカっていうか、こう日本で食べるイカって感じ。これはやっぱご飯と食べる方が美味しいと思う。私はエビはこんな感じです。身がプリプリ。え、これ本当にプリプリなの。すっごい美味しいエビ使われてるよこれ。なんか海鮮がとにかく美味しい。イカもエビも美味しい。アロイマーガ。続いてはこちらです。コムヤンとソフトシェル揚げになります。いや、なんかめちゃめちゃ綺麗じゃない？見た目美しくない？まずはコムヤン、めっちゃ美味しそうじゃない？これにつけます。これ多分ちょっと辛いから私はちょい漬けにします。本当にちょっとだけです。これはセプイリーマハ、セプイリーハ、アロイマハ。こうしっかり豚の味がしてめちゃめちゃ美味しい。多分ちょっとしかつけてないからだと思うけど、あんまり辛くなかったけど、これ多分いっぱいつけたら多分辛いと思う。みんな気をつけながら食べてください。でこれも前回来た時に食べたんですけど、めちゃめちゃ美味しかったんです。これはね、小さいカニが大量に入ってるんですよ。小さくないわ。小さいっていうの嘘ついた。普通にカニがそのまま殻ごと揚げてあるみたいな感じ、こんな感じなんですけど、いろいろこうあえてあるからちょっと見づらいかもしれないけど、これマジで本当に美味しいです。ニムニムか、ニムニム。カニって普通さ、もうこういう手とかの場所ってめちゃめちゃ硬いから食べれないじゃないですか。でもこれは、あ、ソフトシェルだからか。あの、何これ揚げてるんですか？めちゃめちゃ柔らかいの、皮とかが。なんかもうそのまま食べれるんですけど、マジで身の味がしっかりしてる。カニ食べてるわ、私みたいな。カニ感が結構あるんで。身もちゃんと入ってます。
うん。あれマハ。なんとお店の方から今後出るニューメニューをなんかいただいちゃいました。これなんだろう。これをどうぞってもらったはいいんですけど、中で何入ってるのかわからない。なんかね、揚げたてのいい香りがする。私的にこれはなんかバナナ入ってる気がするんだよね。なんかデザート系な気がします。ということで早速食べてみたいと思います。あ、柔らかい。これバナナだ多分。デザートメニューだと思う、これ。これデザート。うん、柔らかっ。あのね、これバナナだと思うじゃん。肉団子みたいなのが入ってた。全然デザートじゃなかった。これでも多分ね、多分こういうの多分つけたらより美味しい気がするんだよね、私。うん、つけた方が美味しいかも。うん、美味しいこれ。これなんていうメニューなのかわかんないんだよね。ニューメニューで出るらしいので、ぜひ皆さん食べてみてください。はい、ということで今回はクルーサイアムタイレストランというお店にやってきたんですけど、いや、これはね、ここは本当に全部が美味しいお店です。今日は注文しすぎちゃったかなっていう感じではありました。で、私が特におすすめしたいなって思ったのがこのメニューの一番最初の上にあるんですけど、このクルーサイアムセットっていうやつなんですけど、これは本当にこの写真よりも本当にボリュームが多くて、これ2、3人前って書いてあるんですけど、本当にそれくらいの人数でお酒を飲みながらとか、なんかいろんな種類のご飯が食べれるのですごいいいなと思いました。でもこれはちょっと辛さはちょっと注文注意した方がいいかなと思います。でも本当にここのお店は本当に丁寧にご飯作ってるなっていう感じがして、すごい美味しかったので、ぜひ皆さん食べに来てください。この動画がちょっとでもいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。やるごっとらいごっとシェアごっとサブスクライブごっかでんはいだいなか以上、ハルピーでした。バイバーイ。